パークベン・パークベンは、タイと国境を接するフワイサイからルアンパバーンにへ、メコン川を下る途中、およそ中間に位置するラオスの小さな村である。ウドムサイ県に属する。ナムベン川沿いの道路によって、ウドムサイと接続する。町は、ルアンパバーンとフワイサイ間を行くボートの主要な、停留場である。スピードボートを利用すると、数時間で同日に到着する一方、二日間に、 渡っていく、スローボートは、途中のパーク弁で経流され、一夜を過ごす。レストランやサウナが併設されたゲストハウスが多数ある。また多くの山岳民族が近くに住んでいる。メコンの下流に引き続き旅をする場合、食料雑貨類を購入できる。マリファナやアヘンは千年来の文化の一部であり、村を通り抜ける多くの外国人旅行者が手に入れているかもしれない。 パークベンは2005年に本堂が舗装され、また、世界銀行から川への感謝融資により、水力発電所が完成した。それ以前は、すべての施設や家は自家用の電気ジェネレーターで発電するか、全く電気が通らないかのいずれかであった。ほとんどの場所が午後10時までに閉まるので、バンは静かである。村から遠くない丘に小さなワットがある。それは、 かつてのラーナー王国の非常に古風で趣きのある仏教寺院の例である。300年前のタイの王国との戦争の間に古い寺の多くは破壊されている。ありがとうございます。